はい、これはですね、肉タンカレーです。はい、肉タンカレーというのはどういうものか、これ650円で高めだったんですが、カレーといえばインド、牛タン焼きといえば仙台というのがありますが、遠く彼方このニシンをプロのお肉屋さんが、取り結び、最高のハーモニーを生み出した。それが牛タンカレーですね。弁正宗って感じです。ほら、で、伊達政宗有名ですから、ほら、牛もこうやってね、片方の目をこうやってやっててね、まさに正宗の格好です。正宗のところに昔飼われてたんですよね。では、いただきたいと思います。ではね、いただきます。うん。それは牛タンです。柔らかい。タンで確かうちの下のことだったと思うんですけども、うん。非常に柔らかくて、でこのね。甘さと、うん、よくて、結構いいですね。この牛タンと、うん、甘くて美味しいね。カレー味でなかなかいい味出してます。それでこのふんわりとくる美味しさ、うん、でいうとこの甘さが良くて、結構これは あれですね、非常に美味しい味わいですよ。で、このね、本当にまさに牛タンって感じで、これはとろみもあってね、うん、あ、結構いける味ですね、これは。これはなかなかな。で、結構カレーの味わいと牛タンのね味わいで、カレーなかなかね、いい味ですよ。うん、650円と高い、高級ですが、なかなか牛タンの味とカレー味でね、これは結構いい味じゃないかね。うん、なかなかいってる味ですよ。ほんと柔らかいんだよね、この牛肉が。非常に柔らかいんだけど、柔らかい中にコクがあって、でカレーのコクとこのまろやかな味、
で、ほんのりと甘いんですよね。それがいいなと思ったんですけど、なかなかそういうところが非常にいいなというふうに思いますね。どうもありがとうございました。